い、ということで皆さんこんにちは、しおりびチャンネルのしほです。はい、ということで今回は私の初めてのテスト期間、イエーイなので、今テスト勉強してるんですけど、ちょっとね、やばいよね、本当に。今何やってんの？今ね、社会大丈夫なやつ。待って名前、待って名前、ですね、今ねちょっとね社会やってて、はい、めっちゃ間違えてんの。待ってさ、待って見て、ここちょっと見て、何、ちょっと待って、あのね、うん、ユーラシア大陸だと思ったの、うん、インド洋だったっていう、ルミア、リトリアみたいな。やっぱ社会苦手だね。社会苦手。なんでさ、海をさ、うん、ユーラシア大陸って書いてあるか意味が分からなくて。ね、はい、ちょっと質問。はい。何ですかこれ。あ、推しの。あ、待って、ちょっとここ汚い。汚い、汚い。ちょっと、なんかすごい、飛び出てるけど。出てるよね。あと直します。はい、これは推しの石川ガイドさんです。なんで女装してるんですか？これは、生放送番組のハロウィン会で女装してるっていうやつです、うん、かわいいでしょ。この時の美女が爆発してて印刷しちゃったっていう。え、それをそこに載せて勉強頑張ってるの？勉強頑張ってすごい頑張り方だね見てくれてるみたいな。どうですか勉強の進み具合は。まあ、もうだから、うん、理科はバッチリだと思って、はい、理科はもうバッチリだと思ってて、うん、持ってきてなくて、うん、国語もまあ国語はあんま練習することないかな、感じぐらいかなとか思ってて、うん、あんましてなくて、で今算数と英語と社会やってるんですけど、はい、あとなんか壁がすごいことになってますね。あ、これ昨日パパが、うん、算数教えてくれて、あ、貼ってあるんだ。それを貼って覚えようかなと思ってて、待って、ハットさんが今登ってるんだけど。え、ハットさんが、あ、ハットさんがテープですね。そうそう、もう机の上とかちょっと今ね汚いのはしょうがないです。しょうがない、本当に。なんかアイプチのさ、うん、テープとかさすごいついててさやだと思って、なんかさテスト勉強しなきゃいけないっていう状況にさ置かれるとさ、こうなんか あそこ掃除しなきゃとかさ思うよね。やったらね、いつも掃除しないし何とも思わないところがさ、なんか思わないのに、なんかテスト勉強するとなんかメイクやりたくなっちゃったり、そう、なんか他のことやりたくなるよね。漫画読みたくなっちゃったり、ちょっと掃除したくなっちゃったりしたくなっちゃって、テストをだからね、あるある、だからたまに夜中にメイクしてるの私。怖い、やめて、怖いから。でメイクして気が済んだら、うん、落として勉強する。怖い。しかも片目だけど。マジでなんか勉強つまんなくなっちゃって息抜きしようと思って。うん、じゃあそういう時はぜひ画像に残しておいてください。片目だけメイクしました。見てください、今日の歌良くないみたいなね。そう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 。面白そう。それでその後音楽聴きながら掃除しちゃったり。そう、掃除もさあるあるなんだよね。いつもさ掃除ちょいしないのにさ、テスト期間になるとさやたら掃除したくなるの。なんかね、ちょっとでも机の上に消しカスがあると、あ、掃除しようとか言っちゃってさ、掃除しようの本当に意味が分かんない。本当テスト勉強から逃れたいくて必死だよね。ということで、まあちょうど今日でテスト期間1週間前かな、1週間前です。2週間前から勉強してて、はい、マジで寝不足で、見てくださいよこのニキビちゃんを、やばいでしょ今マジで肌荒れがすごすぎて、こことこことここと、あとおでこのここ見える、わかんないよ、ここに今髪があって、あ、でもほっぺはなんとなくわかんない、ここと、あとこの辺と、あとここと、ここ、顎の方にも。ちょっとね、カメラ映りがちょっと今ね、暗いからあれかもしれないけど、とりあえず結構できてるよね。マジで、ストレスだよね、これ完全に。ストレスだよね、もう勉強疲れといいさ、寝不足といいさ、もうホルモンがさ、なんか回ってないの、私。今やばいの、本当に。マジでニキビみたいな。うん。まあ、もうすぐしたら部活も停止でしょ、うん、部活、今週の、土日部活停止。そうだよね。まあ来週からあるんだけど、また。まあテスト終わればあるんでしょ。テスト終わる、うん。だから来週の木金になるから土日もあるんだよね。ああ、そうだよね。まあそれまで頑張りたいなとか思ってるんですけど。でもさ、月火水はないでしょ。テスト前の学校終わった後。ない。え、あるの？いや、ないでしょ。確かテスト前5日間がなんか部活停止じゃなかった？ちょっと待ってて。
ねえ。あれ紙ないよ。あれどうやったっけ私。あれ学校かな。忘れちゃった。あれじゃない？あの携帯に画像残ってるから。あ、そっか。携帯見ていいですか？うん。最初から携帯見ればよかったんじゃない？確かに。そう、写真ね送ってもらったんだよね友達に。友達に送ってもらって自分のプリントどうしたんですか？本当にまあ。どこやったっけ？え？フォルダに入ってない？あ、ちょっと。いや見せなくていいからね。待って。月火ないや。月火水までない？え、もう木曜日と金曜日あるでも。嘘、木曜日もあるの？あ、間違えた。火曜日までしかしかなかった。え？火曜日が31なの。うん。あ、予定がね。予定が。6月のもらったでしょ？どこやったんけ？まあ、ほんとに。後で探します。多分ないと思います。はい。ということでね、まあ、初めてのテスト期間。まあ、まだテスト終わってないんだけど、これからなんだけどね。そうですね、これからです。やだー！ごめんなさい。取り乱しました。失礼しました。まあ、とりあえず、じゃあ頑張ってください。もう、やるしかないので。目指せ100位以内。ちなみに300人ぐらいいます。目指せ100人以内。3分の1以内には入りたいということですね。そうですね。だってさ、3分の3は無理。え？ 3 分の3は無理。3分の 300位ぐらいは無理。あ、300位？無理。そりゃやめて。だから100位以内入るかなと思って。はい、200位も真ん中はちょっと嫌だなと思って。真ん中もちょっと上がいいの私。だから3分の100人、100人目ぐらい、まあ。そうね。入れればいいですね。はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。けどさ、マジでさ、社会終わっててめっちゃもうやばいな、うん、めっちゃということでね、テスト期間なのでちょっと動画撮れなくなっちゃうかもしれないんですけどね。最近 TikTok の投稿がさ、マジで下書きになっちゃっててさ、本当申し訳ないというかあれなんですけど。はい、あともうね、部活も始まって、実はもう別にテスト期間じゃなくても、部活も始まって。そう、聞いた。帰ってくるのが6時で、そっからさ、宿題して、1時間。で、7時からご飯食べて、8時からお風呂入って、9時からね、まあ、なんかして寝るみたいな感じなんですけど、マジでね、動画撮る時間がなくて。そう。で、1週間に1回、部活ない日あるんだけど、習い事なんですね。ギターの日なの。だからなんか全然ね、動画ちょっと撮れなくて。そうなの、本当にごめんなさいって感じ。土日も部活だからね、まあどっちかなんだけど。そう、まあ慣れるまでね、ちょっと疲れが溜まって、休みの日は本当にゆっくりしないとね、体力持たないからね。でもね、まあ頑張ってる人はもっと頑張ってるからね、うん、あの部活やって帰ってきて塾とか行って10時とかに帰ってきてっていう人もいるみたいだからね。10時に帰ってくるじゃん、うん、でなんかそっからご飯食べてお風呂寝て、そうだよね、寝たりするから、うん、寝るのがもうなんか11時以降。そうだよね、テスト期間じゃなくてもそうだよね。普通にそうで、そっからさらに勉強とかさ、うん、見分かんないと思って。大変じゃない？すごい大変。まあでも勉強してるんだけどね、塾行ってみっちり勉強教えてもらってるから、うん、まあそこでテスト勉強とかももちろんできると思うんだけどね。まあでもそれを週に3とか行ってる子がいたりするから大変だよね。で、部活、休日も土日もこの前部活にいたし。いたね。で、他のなんか習い事もしてたりするじゃん。もう本当忙しそうだよね。見るからになんか大変そうだって感じ。だから上には上がいるからね。私もちょっと頑張ろうと思う。ね、頑張りましょう。まあね、TikTok 下書きあるんで、いつでも出せるんですけど、今ちょっと出そうかな。けどね、時間帯があれでも今、まあでも週末に出しましょう。まあ平日は。うん。そうですか。ね、皆さんも忙しいじゃない、平日。この時期多分皆さん学生さん、テストかもしれないし。確かに。ね、みんな被るから、ね。今度毎日投稿したくて、毎日投稿っていうハッシュタグをつけたくて、うん、毎日投稿しようと思うんですけど、うん、まあ、言っちゃったからにはやるしかないんで。まあテスト終わってからにしようね、せめて。最初のテストぐらいちょっと頑張んなさい。うん、テスト頑張るんで、テスト終わったら、そうね。投稿、そうね。ちょっとしようかなと思ってて。そうそうそう。はい、ということで、まあとりあえず勉強頑張ってるよっていう動画でした。もう死んでるよっていう感じですね。もうテスト勉強が大変で大変で、中学の大変さを今思いっきり噛みしめてる感じですよね。そうっすね。まあ頑張りましょう。全否定しないです。全肯定です。
中学は大変でしたね、はい、けど友達がいっぱいできました、うん、そうでも中学校はめっちゃ楽しいらしくてもう毎日楽しかった楽しかったって書いてきます本当に楽しいんだな本当に楽しいんだなと思ってもう本当毎日聞いてもないのに楽しかった今日も楽しかったってニコニコしながら報告してくれるのでまあ楽しいんだろうなってことで、うん、私ママは安心してます。小学校の時楽しかったなんて聞いたことなかったよ。聞いてもないのに。小学校めっちゃ楽しくて。うん。え、楽しかったって言ってた、ね。でも中学校も楽しい。中学校楽しい。ね、うん、中学校はでも聞かないでも言ってくるってことは相当楽しいんだと思うよ。そっか。毎日楽しかったってニコニコしながら帰ってくる。まあちょっとね、みんな見てるかもしれないんで恥ずかしい。あ、やだ、ちょっと恥ずかしい。だけどね、小学校の頃は鬼ごっこがあったの。鬼ごっこ大好きで。小学校ないんだよね、鬼ごっこ。ねえ、中学以降になるとやっぱそういうのないよね。遊ぶってことあんの校庭で。あの、昼休みに外出れるんだけど、うん、みんなボール使ってて。そうだよね。みんななんかキャッチボールとかサッカーとかさ。なかなか鬼ごっことかはもうしないね。鬼ごっこできないなと思って。ちょっと慣れたよね。今度声かけて鬼ごっこしよう。鬼ごっこされたーみたいな。待って、不吉、うん。こんな感じだそうです、学校でも。はい。学校でも学校でもそんな感じじゃないの？こんな感じよ。ね、うん、まあいいや、はい。そうだからさ、友達にさ、なんか一日一個黒歴史作る、なんか黒歴史製造機みたいな感じの呼ばれ方でさ。黒歴史製造機？うわ、すごい。そんなに黒歴史になるようなことばっかりやらかしてるの？毎日毎日。もう一個一個教えてもらえなくちゃ、それ。もうみんなに披露しなきゃだよね、どんなことを。起こしてきたか。面白い本当に、うん、じゃあまあそれはね後々紹介できたら紹介しましょう。そんな見る人いないでしょ。いや面白いかもしれないよ案外。どんな黒歴史を残してるかっていう。けどさ私にとって黒歴史じゃないんだよね。そうなの。みんなが黒歴史扱いしてるだけで私にとってはじゃあそれはそれでいいんじゃない。笑い話みたいな。あ、じゃあそれはそれでいいんじゃな い, い, い、ね、これは黒歴史でしょうかっていう感じの。でもね、ちょっとみんなに問いかけたい、うん、そうだね、みんなに聞いてみる感じ。なんかみんなが言う問い、あの、黒歴史は、私にとって黒歴史しないので。うん、はい、まあいいや。ということで、でね、じゃあ終わりにしましょう。はね、長話しすぎましたね。話してるともうずっと止まんないからね、翔ちゃん。私なんかさ、ま、なんか弾丸トークみたいなさ、なんていうの、おたがき室っていうの、なんていうのかな。ほんと最近ね、一人で喋ってね、うん、止めないと本当にね、ずっと喋ってるからね。学校でも抑えてる方なの。マジでね、喋るの私、やばいよね。やばい。昔はこんなんじゃなかったんだけどね。私もいつの間にかなんかペラ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 喋る子になった。マジで、でも学校ちゃんのがペラペラ喋りすぎてね、カメラがちょっと一回切れちゃいました。やだ。でもね、学校では、あの、まあ、抑えてるつもりなんで。はい。頑張ってます。はい。喋りすぎかな。喋りすぎだよ。けどもっと喋る子いるんで私より。分かったからもう終わりにしよう。すいません。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということでそれではバイバーイ。じゃあテスト勉強頑張ってください。